アタマタムロガワ区は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区ウルムチ市に位置する四角区。別名を、ウイグル経済技術開発区。1961年に、アタマタムロガワチンが解消され、アタマタムロガワ区が設立された。1994年8月、ウイグル経済技術開発区は、国務院により、新疆をウイグル自治区随一の全国級。 経済開発区として設立が承認された。2011年に、主活行政区の頭田室川区と、区政合一が実行され、頭田室川区イコール、ウイグル経済技術開発区という形で、経済開発運営が、行政区を飲み込む形での組織統一となった。開発区、行政区、国際貿易区、総合保税区、特別高能園区などが一体となった。 多機能複合型経済区となり、シルクロード経済ベルトにおける重要な活動拠点となっている。2020年現在、総面積490平方キロメートル、総人口35万人。域外からの投資が成長している地域である。ハイテク企業115社が活動し、研究開発拠点などを設置している。装備メーカー数社による発展が目覚ましい。講習技社。 上海汽車、マサタケ、タクロウ知能などの企業が大型プロジェクトを推進しており、夜勤、風力エネルギー、自動車、スマートターミナル、周辺機器、ナノ動線新素材などが主要産業分野である。商業物流産業の規模も拡大しており、冷凍食品や越境 E、C、ネット金融などが交流している。ソフトウェア情報産業強化も進み、新疆ソフトウェアガーデン、 天山クラウドコンピューティング基地なども日々進化している。ファーウェイ、アリババ、京都、ただ品会などの主要ネット企業が続々参入し、業界規模も拡大している。13街道を管轄、ABC 際作、区社会、天上京。ありがとうございます。